ブルアカのバグがキャラと一致しすぎていることが話題です。頭のおかしいキャラが大量に登場するブルーアーカイブ。中でもこちらのキャラ、ハラコは、公式が出したキャラ紹介において、喋るとエッチなことしか言わない生徒、と明言されているように、作中では好きあらば服を脱ごうとしてきて、話した言葉はすぐに伏せ字になり、スキルの名前は、カタクナーレとか、やる気満々です、と、迷信な感じになっていたりするんですよね。さらに先日公式から、水着姿のハラコが実装されたのですが、いつものふざけた表情から一転して、急に色気を出してきた上に、あまりにも念入りに谷間を書き込んだ非常に過酷な立ち絵だったため、エトミからはこれは透き通ってますわ、こいつのせいでブルアカがエッチなゲームだと思われたらどうするんだなおと言われていたりしました。そんな水着花子に偶然とは思えないようなバグが発生していたんですよね。こちらのツイート、ノーマル任務17で水着花子がたびたび発光するのですがバグでしょうかということで、動画を見てみるとこのように戦闘中に花子がピカピカと発光するバグが発生していたみたいなんですよね。エトミからは思ってた数倍光っててダメだった、どんなバグだよなおと突っ込まれておりました。同様の報告はネット上でも何件もされており、実際にこれはバグだったみたいなのですが、この露出狂キャラである花子が光るということがまるで規制を食らっているみたいだということで、さすが歩く18禁さんだ、花子が光るってだけで面白すぎるなおと言われておりましたね。こちらはゲーミング花子としてファンの間に浸透し始めていたのですが、先日公式から発表された修正内容の中に、一部ステージにおいて生徒花子水着が意図せず点滅してしまう不具合としっかり修正されたことが発表されておりました。余談ですが、ブルアカのキャラたちは戦闘中弾切れをするとそれぞれ独自のモーションで装填を行うのですが、この水着花子は戦闘中銃弾をリロードする際に胸元から弾を取り出して装填するという、またもやエッチなゲームと勘違いされるようなことをしているんですよね。エトミからは、ちょっと待て、どこからリロードした、花子お前そんなとこにマガジン隠してたのかなおと困惑の声が上がっていたのですが、実はこちらはおっぱいリロードなおと呼ばれているリロード方法で、ブルアカでは他にもアスナ、そしてトキというブルアカ内でも屈指の戦闘のプロたちがこのリロードを行っているということで、エトミの中には他にしまっとく場所ないもんなと無理やり擁護に回る方もいましたが、花子はリロード中のレアモーションとして意味深すぎる形状をしているピンクの埴輪を落とすことがあるので、かばうのは難しいかもしれません。さて、このようにブルアカの中でも特に注目されるキャラ花子、実は花子には他にも細かすぎる小ネタが仕込まれており、現在開催されている降臨大祭という運動会のようなイベントでは、公式が作った期間限定の特設サイトにて、花子が大玉転がし、玉入れ、お玉レースなど玉と名の付く競技ばかりで活躍していたなおというニュースが流れていたりと、脳内ピンクキャラとしての道を突き進んでいるのですが、そんな花子の立ち絵の左足をめちゃくちゃ拡大してよーく見ると、なんと内ももにほくろがついているんですよね。エトミからは、花子の内ももにほくろがあるって情報で寿命が5年伸びた、最初に気づいたやつ誰だよなおと言われているのですが、ストーリーに登場するスクミズを着ている差分の花子には内太ももにほくろがなかったということで、ほくろがあるのが作画ミスなのかないのが作画ミスなのかという永遠の謎が残ってしまいました。しかしその後、昨年のコミケにて展示されたスクミズ花子の広告では、わざわざ内太ももにほくろが書き足されていたんですよね。これにより、花子は内太ももにほくろがある方が正しいという説が現在も有力になっているみたいです。ちなみにサイトにもよりますが、この位置にほくろがある人は性生活が第一なおと言われていたりします。これも偶然なのでしょうか。意図しないバグが話題になったブルーアーカイブ、今回の花子発光バグの他にも、通常ウイと水着ウイの口元が連動してパクパクするバグや、勝利画面で日和がどこかへ行ってしまうバグなど、偶然とは思えないような面白いものが多くあったりするので、よろしければ探してみてください。ちなみにバニーガールアスナなど一部の生徒はつまんだ時に口が開いている時に下ろすと口が開きっぱなしになったりします。めちゃくちゃ可愛いのでぜひ試してみてください。本日のニュースでした。ご覧のスポンサーです。